試合ぶりの白星です。どう評価しますか？まずはこう今日の勝利ね、本当にサポーターの方に本当にしばらくお待たせてしまったね、勝利というところを本当に今共有できて本当に嬉しく思ってます。選手たちも本当に最後まで切れることなくね、戦ってくれたことにね本当に感謝しますし、誇りに思います。前線の選手の守備攻撃どちらも積極的な切り替え光りました。どうご覧になりましたか？その部分に関しては本当にどこよりもねやっていこうっていうところをね、トレーニングから、それぞれが追求して本当にやってくれてるので、少しですけどもね、そういうのが出たゲームだったかなというふうに思ってます。そして3点目を決めた古川選手、今シーズンの初得点となりました。どうご覧になりましたか？もうそれぐらいですね。彼しっかりそういう能力ポテンシャル持ってる選手なので、これをきっかけにねどんどん得点に絡んでくれるプレーを出してくれると思います。そして今回は先制点から相手にそのままゴール許しませんでした。守備の面はこれまで培ってきたものが生きたんじゃないでしょうか？その部分に関しては本当に選手集中して、やり続けてくれたと思っています。やはり先制してねこれまで少しこう追いつかれるっていう局面もありましたけども、今日は本当に誰一人こう切れることなく、みんなでコミュニケーションを取りながらやってくれたと思っています。ありがとうございます。ありがとうございました。